あいうえお。あいうえお。オッケー、よかった。声戻った。はやかちゃんがリクエストが受けれる状態だといいな。かきくけこ。ハロー。よえ、かった。だった。つながってるね、まだ。大丈夫です。よかったです。皆さん、携帯の充電が切れた？携帯の充電が切れたの？そう、携帯の充電がうもう切れそうになっちゃって、ん。配信がなっちゃうから、うん。うん。押したのね。そしたら、切れちゃいました。うん。失礼いたしました。いえいえ。大丈夫ですか？大丈夫です。手持ちになりました。怒ってない。申し訳ないです。最後は大丈夫？背後。背後だ。え？大体さ、うん。こうやって、よく今、ズームのホラーとかあるじゃん。そういう感じのオンラインのさ、大体さ、一人がさ、ブってこうやってフリーズしたりしてさ、で、その人からさ、被害に遭ってない？なんか、あれおかしいな、なんかカメラがとか言って、おかしいなって言って、ザザザザみたいな。やばい。被害には気をつけてねって言われる人は大体被害に遭うからさ。それに近い現象が、そう。寸前までちょっうとん。せ、よかった。カノンさんはですね、食べ終わりました。うん。ごちそそうれさは食べたの？ま。何が？いただいたカントリーマン。あ、食べて、あ、カントリーマムなん、それ。ん？カントリーマンだよ。うん。わかんない。あ、本当だ。めちゃめちゃカントリーマン。冷蔵庫に入れてあるんで、また食べようと思います。冷蔵庫に食べ、あ、でも、温める場合はとかって書いてあるよ。温める。包装紙から取り出してください。どちらかというと、冷たくするんじゃなくて、温めるんじゃないの？ 電子レンジないからね。なかなか、冷ましても温めても美味しいよって書いてあるのないね。大体どっちかじゃない？どっちも美味しいんだ。いつも冷ましたからな。ちょっと何の話してたか忘れちゃったな。何だっけ？なんだっけ。そうだ。今日お友達を連れてきたのよ。だからちょっと、紹介するね。今からはちょっとあれね。バンじゃないからね。布をかけます。いいですか？いいよ。なんか全部ホラーに感じてきちゃった。またバンされてる。ともちゃんがみんなバンされてるよ。秋のバン祭りだよ。ワンじゃないよ。バン。一番バンされてる二人。よいしょ。よっこらせ。どこいしょ。どこいしょ。よしかないね。よくしょ。友達重そうだね。友達重くはないんだけど。これ、ちょっと背景大丈夫かな？はい、オッケーオッケー。無事。じゃーん！こんばんは。かのん。俺、あんたが持ってきたんや。連れてきたって言った方がいいか。ちょっと。え、結構でかくないですか？オラ、持ってきた？オラマルくん、おしゃれもね。大丈夫？明日の服入ってる？あ、スナック入ってるよ。連れてきめっちゃ大きいの連れてきたな。この子と一緒に配信をしたいと思います。いいね。すごいね。
その子がないと寝れないとかはないの？別に。ないですね。本当に連れてきたくて連れてきたんだ。そうそうそう。これを、こちらは、オラウータンの、どこだっけ？うん。スウェーデンか？うん。スウェーデンご出身の方でございます。うん。お土産かなんか？いや、うん、連れてきました。我が家へ。スウェーデンに行ったってこと？あ、スウェーデンじゃな、す、まあ、す、ちょっと、スウェーデンはちょっと言い切りましたね。おしゃれに言いすぎました、ね。マジで受け取っちゃったじゃん。違います。あの、順で言って、行け、行け。なるほど、ところで。はい。出て帰って。そういうことです。まあね、イケアスウェーデンだもんね。スウェーデンのブランドなの。いや、欲しくてごめんね。そうだよ。それ多分スウェーデンで作られたんだと思う。わかんない、うん。スウェーデン出身の。なるほどね。はい。そうね。全然ありえると思っちゃったからさ、カノンちゃんまだスウェーデン行ったって言って。あ、そうなんだ、ぐらいに聞いてた。たことないな。みんな行けやかよって。ちょっとボケ独特。まあ、そう。やらせてもらってます。スウェーデンって言ってパッと、あ、行けやって言ってパッとスウェーデン出てくる人いないよね。うん、確かに。うん。スウェーデンでは間違いないです。オラマルくんは、うん、特技は、特にありません。ないんだ。笑ってることで。笑ってるところだけでね、もう、尊いから。今回は圧縮してないです。前回、うん、こうやって遠征の時に、この子を圧縮して、ぺっちゃんこにして持ってったんだけど、今回は、あの、余裕があったので、ケースに。うん。あ、特技ありました。うん。フラストレーション踊れます。嘘やん。それは嘘じゃん。踊れるんだよね。本当に、スウェーデン出身の、そのお名前は？オラマルです。オラマルさん。オラめっちゃ日本人やな、名前はな。いきます。踊れ、お、ちょっとダメですね、もう一回。難しいな、片方で。踊れ、オーラ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 、踊れ、オーラ、オーラ、全部。踊れ、オーラ、オーラ、踊れ、オーラ、オーラ、踊れ、オーラ、オーラ、プラスと。サバケサバケサバケサバカに乗り という感じのこれは逆転やん。ヘッドバンドが上手で確かに踊ってるわ。あの割とクオリティ高かった。あの手のひらがちゃんとあるから。そうだ、これもできてたし、これもできてたし。マキコさん、公認なんでね、この子は。はい。あ、そうなんだ。マキコさんも、あの、今あるかわかんないんですけど、インスタの、リール動画だっけな、の、にご出演させていただきまして。あ、そうなんだ。これを踊ってるので、皆さん、見てください。最後にさせていただきます。あ、いいですね。うん、うん、完食でございますか。うん、はい、うん、完食だ。お、ピカピカですね。予想以上にピカピカだね。すごいピカピカにしながら、ちゃんと最後までこう綺麗に食べるっていうのは素晴らしいですね。うんですね、いいですね。すごいさ、遡るんだけどさ、うん、はーかちゃんはさ、
コンタクトを持ってく気持ちはあるんですか？そうだな。うん。うん。3回目ないな。明日もないよね。明日もない。いや。ないんだな。うん。持ってきて。もうさ、つける習慣がないからさ。うん。うん。基本的にメガネなの。うん。メガネか、普通に取って生活してるの。うん。だから。おう、今なんかいい感じだったよ。ちょっとなんか、こう、少女の胸キュンみたいな。あ、メガネ取るとなんか、キラキラっていきなり目のサイズが変わるような。パチみたいな。3の目から。うん。いい感じでした。そうそう。だから、うん。ね、うん。忘れちゃうのね。頑張ろうって。なんで。さあ。うん、だ常にコンタクトしてる人は忘れないのか。ああ。メガネもね、可愛いですから。はい。いいですよ、とても。メガネで、頑張る。少女の胸キュン。胸キュンしたってことかなんじゃ。見られてるくせに。うん、ごちそうさまでした。ハントムリーマーも食べちゃったな。喉乾きましたね。ちょっと置いてきちゃいましたね、あっちにね。うん、いいんだよ、一回真っ暗になって取ってきて。飲めない。でもん、ああ、食べれないそう、片手にオラウムタン、片手にカメラだもんね。そうそう、YouTuber でね、普通にYouTuber。 そう、新幹線の中で食べようと思って持ってきたのが、寝ちゃったから食べなかったんだけど起こした時すごかったよ私は誰みたいな。それ新幹線乗ってたんですよ。で、私たち隣だったんだよね。そう、まあ、彼女が起こした時彼女が思いっきり声出しちゃってそんなそんな驚きでって感じだった。そうだったね。うちもそんな起こされるためにうわーって言い多分言ってないと思うんだけど、なんで新幹線でねより言っちゃったんだろうね。そう、びっくりした。こっちがびっくりするわって感じだよね。うん、村丸さんはもう一個、あの、特技があります。本当ですか？挨拶をすることなんですけど。うん、ちょっと今、場所がね、なかなか難しいんですけど。うん、持っててあげたいくらいだ、この。ちょっとね、できないかもしれないです。こういう感じですね。ペクリゴン！挨拶ができます。礼儀正しい。なんか、すごいさ、なんか、あ、なんか、ちょっとさ、それ早送りにしたらホラーじゃない？なんか、ホラーだよ、それ。怖い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 。ちょっと、ちょっと、ね、やばい、これは。なんだ、これは。ちょっと怖い。これ固まった。あ、早かった、動いた。もう、またで寄せちゃったのかと思った。どっかで、多分、あ、目が動くんですよ。いや、それはホラーじゃん。もう、ドゥルルンっていう感じ。ホラーなんだよね。テレレレレレ。マジ？動くよ、本当に。動く。あの、ツイッターに、ある、ファンの方が作ってくださったんだけど、証拠映像を。本当に？目動いてるから。え、ちょっと見ていい？あ、すぐ出てくるかな？出てこないかな。カノン動画が。であるかな。う、なんだっけ、う、う、う太郎じゃない。う、うたまる。うたまるはなんかちょっと、うたまる師匠みたいな人いなかったっけ。そんな方いた気がする。あ、くまちゃん、ありがとうございます。うたまる、うたまる師匠みたいな方がいらっしゃった。そう、ちょっと違う。